ダンバートン・オークスの邸宅ダンバートン・オークスはワシントン DC のジョージタウン地区にあるハーバード大学所属の研究機関。研究図書館及び博物館と庭園から構成される。ビサンティン文化及び先コロンブスキーアメリカ大陸の文化の研究と収集で知られる。ダンバートン・オークスは政治家ロバート・ウッズ・ブリスが1920年に自分と妻の ミルドレッドの住居として購入し、その敷地は54エーカーの広さがあった。ミルドレッドは農地だった敷地をコロニアル様式の邸宅とベアトリクス・ファーランド設計のヨーロッパ風の庭園に改造した。ブリスは外交官として世界各国に赴任する必要があり、実際に住居として使ったのは引退した1933年以降だった。ブリース夫妻は 政治家としてだけでなく、収集家としても知られた。特にミルドレッドは、芸術家のパトロンであり、ダンバートンオークスで音楽と文化の夕べを開催した。1940年、住み始めて、わずか7年後に、ブリス夫妻は、邸宅、庭園のうち16エーカー、コレクション、増章、ハーバード大学に寄贈した。庭園の残りの部分は公園及び、 中米デンマーク大使館の敷地として寄贈された。また、1940年に、ビサンティン研究、1963年に先、コロンブスキ研究、1969年の、ミルドレッドの没後にはその意思によって庭園及び、造園研究のための奨励金が創設された。ダンバートン・オークスは、様々なコレクションを所蔵している。 ハーバード大学出版局から多数の書物を出版している。1941年以来、ビサンティン文化に関する学術雑誌、ダンバートン・ウォークス・ペーパーズを毎年発行している。ビサンティン研究、サキ・コロンブスキ研究、庭園、増園研究の3つの分野に関する研究奨励金を発行している。ありがとうございます。